どうも山蔵です。ブラックハライで始まりましたね。前回のね、あの動画が好評だったので、えー、今度はね、あえてそのみんなも知ってるかもしれないかっていうね、そのメジャーどころというか、で、私も使っているっていうやつをね、あのー、紹介しようと思います。早速いきます。<music> まず1個目なんですけど、スピットファイヤーから、はい、紹介したいんですが、なんか、 今年ね、スピットファイヤーのね、ブラックフライデーね、40%オフでなかなかいいブラックフライデーなんですよ。多分ね、今までブラックフライデーってそんなだったイメージあるんだよね。25%とか。今年のスプリングセールは40%オフぐらいのやってて、うん。そしたらね、あの、今年のブラックフライデーセールは40%オフでいくっていうことでね、素晴らしいですね。でね、しかも349ドル使うと、このアパーチャーっていいのかね、見方。 アパーチャーオーケストラまあなんかそのちょっとこれも面白く使えそうな、ね、やつですけど、はい、もらえるということでスピットファイアねいいのたくさんあるんで逆に迷っちゃうっていうのはあるんですけどでその中でも、まあ、その個人的にあのすごい使うっていうものをね紹介したいんですが、うん、見ていくと、まあ、全部思ってるわけじゃないんでね多分なんかこの BBS のシンフォニー・オーケストラ・プロフェッショナルこれとかもねすごい評判いいんで。 私、もう買おうかどうか、みたいなちょっと迷いはありますが。1個目ですね。まあ、チェンバーストリングスですね。スピットファイア、スタジオストリングスっていう説もあるんですが、まあ、何が違うかっていうと、一番大きく違うのは多分編成が違くて、こっちね、多分ね、16型だと思うんだよな。スタジオストリングスの方は。で、このチェンバーの方は4型で433なんちゃら忘れちゃったけど、うん。で、ちょっと編成少なめです。で、えっ、ー、と、もう書いてあるどっかにきっとね、 4333うんまあ、ファースト4人セカンド3人ビオラ3人チェロ3人のコンバース3人の編成ですね。まあ、チェンバーのね。いいところっていうのはこの人数感が要するに、日本のそのストリングスのレコーディングの編成に非常に近いんですよ。特に歌ものとかだとまあ、6人6型。 であんんまり多分取れないと思うんだよね予算の問題もあってだから日本の,そのストリングス4型ぐらいが一番多いんじゃないかなと思うんですけどうん。でこの 4, 4型なんだけどでも聞いてみるとちょっとなんかもっと人数あるようにその要するにスタジオのね響きであの人数感あるように聞こえるライブラリーなんですよ。でその僕がいつもねそのレコーディング一緒にしてる井野さんっていうエンジニアさんも割とそのマイクマニアの人なんで。 あのそれをいろいろ駆使するとやっぱ人数感なんていうのかな少しからそのね感じがすごい近くてあのチェンただねえっとこれで全てがなんていうのかなできるかっていうか音色的な問題でねあのっていう類のものではないなと思ってて、まあ、パワー感はねそんなにないんですよ。 なので、もしかするとそのロック系というかまあアップテンポ系のロック系のストリングスにこれはねちょっときついかもしれない、うん、だったらその私がねその前回おすすめしたイエガーとかのストリングスの方がパワーあるんでそっちとかで作った方がそういう系はねいいんじゃないかなと思いますがでもあの総合的に言うとねやっぱこのスピットファイヤーェンバーストリングスはいいです。であとその、 スタジオストリングスもいいんだけど、スタジオストリングスの方はね、あの、要するにアンサンブルパッチがなくて、チェンバーは要するに全員がその一緒に鳴らした全部、なんていうの、上から下までキーボードを弾けば鳴るっていうパッチが、そのスピットファイアスタジオストリン、スタジオストリングスの方はなくて、うん、確かなかったんですよ。うん、そこはね、あの、要するに曲のスケッチとか作ったり、その、するときに、それ、 私は使うんで、それがねないのでちょっとねあのー、まあ音はねこっちもまあどっちもどっちもいいですよ。<laughs> うん。このスタジオストリングスもなんかそのプロフェッショナルみたいな方、このプロフェッショナルの方だとなんかそのリビジーとかでそのねほらこういう感じで四人バージョンとか四の A 四 B まあそういうそういうのもパッチもあるんでね。まあ細かい本当に。 なんだろう、ストリングスの、その、シミュレーションをするのであれば、あの、スピットハイアースタジオ、ストリングスの、まあ、プロフェッショナルですよね、の方が、あの、向いているかもしれない。どっちかだけ、まあ、どっちも <laughs>、どっちもね、値段はプロフェッショナルの方が安いのか、まあ、その、意味ではプロフェッショナルの方が買いやすいかもしれないですけど。 まあそれはまず1個ね。あのー、結局どっち買ったらいいんじゃっていうふうに言われると、<laughs> まああの、デモ聞いて考えてくれとしか言いようがないんだけど。<laughs> ね、まああんまりね、無責任なこと言ってもあれなんだけど。で、まあこれはまあ1個おすすめ。で、えー、すごい使うシリーズ片っ端からもう言ってっちゃう。今日もうあの、何個とかじゃなくてね。<laughs> 片っ端から言ってこう。続いてはこれね。 スススピットファイヤーソロストリングスこれもねあのー、かなり使えます要するになんていうのレガートでこう弾いてなんか速かったら速くなったりゆっくり弾いたりゆっくりになったりみたいなその結構簡単にそれなりにいい感じになったりすななるんですよ。そんな難しく考えずリアリティのあるストリングスストリングスっていうかソロバイオリンですねあの,の打ち込みができるっていうのはこれすごいね重宝してます。なので まあ差し替え前提の場合でもえっ、ー、とまあ本ちゃんでもどっちでもねこれ使うんですね僕は、まあ、ちょうど今やってるやつも1個ね打ち込みでやんなきゃいけないチェロがあったんですけどそれはこれでやりましたでこれね1個ね弱点があって、えー、とこれ今表示されてるやつは違うな,なんかレガートパッチをすごい使うんですけどあの弓のね折り返しのタイミングがねそのランダムに起こるんで。 ある程度長さやるとそれがねちょっと結構音が大きかったりとかして邪魔だったりするんですよなのでそこはねあのいろいろ工夫が必要だったりするんですけどまあ、ちょっとその話はまたねあの長くなっちゃうんで割愛しますが、うん、でもこれ簡単にあのいい感じになるっていうストリングスで言うとはいこれは僕はすごい使いますはいねどんどん言いますスピードワイヤーね基本的にどれもいいんで、うん、どれ買ってもそんなにねなんか失敗起こらないっていうのは ね、こういう大手デベロッパーのいいところですかでえっ、ー、とーこれがね一番一番おすすめというかこれはもう買ってよかったなと思ったやつですねこの BT フォボス BT あのスターターのでおなじみの BT さんですね、まあ、それの新生的なライブラリー、まあ、主にその一番なんだろう使うのはやっぱ新生というようなあのドラムというようなみたいなループちょっとね、まあ、こういうデザイン的にも近未来系近未来系なのかな わかんないけどまああのでも聞いてもらえ,もらえればねわかると思うんですがこれはね使使いままくってます本当に使う <laughs> 一応ねスピードファイヤーのやつをおすすめしようっていうことで話し始めたんだけどだからまあ一応ストリングスも紹介しとくかみたいなね、まあ、っていうのもあるんだけど今回あの僕が紹介したかったのは BT フォボスですね。うんまあ、もちろん前回のあのチェンバーウェーブスのやつもね良いんですが。うん それは、まあ、それが一番いいし使う <laughs>、はいまあ、まず1個目のデベロッパーということで、はい、2つ目のデベロッパーは、X Ray、のオーディオです、はいあの。私のね配信を見てくださっている方はあのご存知だと思うんですが <laughs> あの長らくあのアディクティブドラムスアンチをねアンチってわけじゃないんだけど誰だってずっと言い続けてきたんだけどあのここに来てね手のひら返しをします。<laughs> まああのちえっとまあちょっと前にねあのセールがあったんですよ半年以内ぐらいにあったんですが、えー、その時にずっとね使えない使えねえじゃねえなそのダメだよって言い続けてきたんだけど使わずに言うのもどうかなっていうこともありまして、まあ、セールだしちょっと気になったところもあったんで周りのね知り合いの話も聞いて買いまして <laughs> そしたらまあやっぱいいなってなってねおすすめしようかなっていう。<laughs> <laughs> はい、で私がねこれ買ったのは多分このねアディクトグラムス 2, 2カスタムってやつだと思うんだよなあの自分であのパックをなんか3つ選べる、うん、でそのカスタムを買って、まあ、自分で3つ選んだわけですけど、うん、私がチョイスしたのはこれですねブラックベルベットあとこのセッションパーカッションとこの R&B だったかな、うん、このやつを、まあ、私はチョイスしました。3つねチョイスして まあこの2つはまあちょいちょい使うけどでも一番おすすめしたいのはこのブラックベルベットまあもしかしたら他のやつもねいいのかもしんないけどうんまあでも生ドラムに関してはねあの後で紹介もしますけども、まあ、スーペリアドラマー3がいいっていうのもこもずっと言い続けてきて生ドラムの想定の話でいうとやっぱねそれは揺るがなくてアディクティブドラムスを生ドラム想定ではまあどのみち僕は使ってないんですよ。 で何がいいかっていうと要するにシンセドラムっていうか例えばその普通のドラムのビートがあったりしてでそのちょっとブレイクというかね A メロがドラム抜けるときにあの入るそのブレイクビーツっぽい生ドラムの生ドラムローーファイイブレイクビーツみたいななやつか、うん、とかとを作るのに超最適なんでですよで長らくこう難儀してて作るのに、まあ、ループでも結局パターンが決まっちゃってて思うようなあの大変だし探すのもね。 かといって、そのいちいちねあのスーパリアドラマー3べっちゃんで立ち上げてでそれでまたなんかローファイプラグインかけてでもそれもまあなんかあんまりうまく、ね、いかなかったりするんで、まあ、その辺のね使い方で結構難儀してたんだけどアディクティブドラムスでそれがね解決というか素晴らしい思,って思い描いてた通りのものにねあの作ることができるようになりました。 そういう使い方になっちゃうんだけどそういうね何だろう細かい細かいんだけど大変っていうのがやっぱあるんで、うん、まあ、そういう使い方にはなりますけどもこのアディクティブドラムスまあ特に私がよく使うのはこのブラックベルベットまあそれしか持ってないからね、うん、でも、まあ、これで満足するものがあの作れるようになったんでこれね、まあ、なんかマスターとかにかかってる多分フィルターとかだと思うんだけど、うん、とかねこれはね <laughs> 非常に良かったですかって。はい。なので、まあ、あの <laughs>、改めてね、おすすめしようっていうことではい。で、えっ、ー、と、まあ、このメーカーね、あの、もう一個ね、おすすめなのは、まあ、XO もね、いいんですけど、はい。それよりも何よりも、これですね。RC20、レトロカラーってやつですね。これもね、ほんと良くて、まあ、これ、 まあ、やっぱ S. N. S. とかね、ツイッターとか見てると、すごい評判いいんですよ。みんな、みんないいって言ってるじゃないですか。あのね、やっぱ、みんながいいって言ってるのは大体いいんですよ。<laughs> で、まあ、そんな良い,いっていうんなら、私も使ってみようということで、まあ、これ。今ね、確か半額ぐらい売ってるはずですけども。はい。まあ、用途的には、ちょっと、さっきのね、そのアディクティブの使い方と少し似てるんだけど。意外とね、このローファイ系のエフェクター。 かローファイ感を出すすすのっって難しかったりするんですよ特にそのエンジニアさんが使うようなあのプラグインであのそういうローファイ系のやつをあのやろうと思うと結構これもまた難儀するんですよ。でなんだけどこの RC20 はねやっぱこのすごい感覚的にもやっぱプリセットもすごくいいしね、うん、すごい簡単にいい感じのローファイの感じのエフェクトが作れるというかサウンドが作れるんですよ。なのでこのでこね あのプラグインはあのいつもね一緒に仕事してるそのイノさんに「イノさんこれいい,いいから買った方がいいですよ」っつってあのイノさんにもおすすめしてます <laughs> イノさんもねあの買ったっつってたんであのこれからねイノさんにセッションデータを渡す時は RC20 はね書き出さずトラックにインサートしたままセッションファイルを渡しますそ <laughs> れだけでも大きな一歩ね,これ,ねこれ半額で5,000円ぐらい確かね買えるよねうん。 税別で 5, 円、はい、このハイレゾリューション、まあ、日本の代理店で買うとそのくらいの値段ということでこれもね非常にもうおすすめです僕あんまりね、あのー、余談なんだけどエフェクト系はね、あのー、そんなね買わなくていいと思ってるっていうか要するにねいいコンプとかいい EQ とかたくさん世の中にあるんだけどその我々サッカーというかねそのアレンジャーが、まあ、持つのもすごくいいんだけど。 でも一番大事なはやっぱり音源の部分が大事なんでそのエフェクトの部分は結局エンジニアさんがね全部外してそこであのミックスしたりするんで、まあ、そういうね自分で完結するさせるっていうことがね多い人はね、まあ、もちろんエフェクトたくさん買った方がいいんだけどアレンジャー志望とか、まあ、Twitter でも前にちょっと言いましたけどあのそういう人は、まあ、音源をねとにかく揃えることにお金を最重要した方がいいっていうのがあるんでなんだけども こういういいいいね、そ買いがかかない系のややつつってやってぱいくつかあるんですよ、エフェクター系というかそれはやっぱ買った方がいいと思っててでこの RC20 はねまさにその類のやつで、うん、これはあのエフェクトだけども要するにもうこれは多分ね、まあ、プロツール数でそのエンジニアさんがこの RC20 を持ってないんだったら俺はもうこれ書き出しちゃってあのそのまま渡すという、ね、類のタイプのねあのプラグインです。はい 続いてのデベロッパーはシネサンプルズですね。これはもうあの私の過去にも、えっと、シネサンプルズを押す配信っていうのがあるので、まあ、そちらもね参考にしてもらえると非常に分かりやすいかと思いますが、はい、改めてね紹介しますがこの中でもねあの自分が特に使うってやつをね紹介しておきます、まあ、もちろんこれは主に劇版系になっちゃうんだけど、うん、シネウィンズコアですねもうコアだけでプロはいらないかな、うん、コアだけでいいと思います、はい、ラインナップ的には でえー、とこれもねあのスピットファイヤーとは違ってやっぱそれよりもやっぱ音の輪郭が強いというかであのスピットファイヤーの,あのシンフォニック・ウィンズの方はオーケストラ系向き特化すぎるというかでこのシネウィンズの方はもうちょっとなんだろうその例えば劇版のねその日常系みたいなやつでも使えるぐらいの距離感のサウンドには作れるんでスピットファイヤーのものよりは私はそのシネウィンズ のの方がねあの関係ははしてます、はい、ますいでもとか聞いてもらいつつまあ、私のその過去の配信を見てもらえればっていうのもありますがはいでもう一個やはり改めておすすめするのはシネブラスで,すねでシネブラスのねこのプロの方もこの確かね「12ホルン」みたいなのがあった気がするんだよな「12ホルンアンサンブル」があるんで、まあ、ホルン目的で買うんだったらもしかするとその「プロ」の方がいいのかもしれないね。うん、えー、と6 これもまあ一応基本的には劇版系にはなっちゃうんだけど音の太さというか輪郭強いんであのなのでシネブラスはは、ね、使いやすす。くてて私は重宝してます、まあ、主には劇版系なんだけど過去のね手がけた作品というか「ね、活劇刀剣乱舞」っていう、ね、あの作品あるんですけどそれのオープニングの「の光立つ雨」というあの曲ですね斎、はい、藤聡馬くんの歌う。 でそれに、えっと、ちょっと o、OK、k 系入っててストリングスはまあ生で取ってでブラスも入ってるんですがそれはあの打ち込みなんですけどそれはシネブラスを使ってます。はい、両,方両方使ってますねこのコアとプロ。はいまあ、なので、まあ、歌物とかでも全然使えるというね。うんまあこれまあ コンプリート行っちゃってもいいし、うんこれ2つ買うんだったらコンプリート行っちゃった方がお得そうに見える。色々あるからね。うん、細かいところはね。割愛します。あの各々で調べてください。<laughs> はいで、これもねえっ、ー、と次もう1個ね。あのパーカッションはい、シネパーカッションですね。これもあの扱いやすさっていうか。 まあそのパッチの分かりややすさとやっぱね、あのー、これもねその配信で紹介してるはずですがスピットファイヤー系のね、まあ、スピットファイヤー系っていうかあのハンスジマーのねハンスジマーパーカッション持ってるんですけど、まあ、もちろんハンスジマーパーカッションも使うんだけど突き詰めるとねやっぱこっちの方がそのライブラリの管理的にねあのやりやすいんですよ。うんまあ、それまたねあの話していくと長くなっちゃうんでそれも割愛しますけども、はい、とにかく私の,その劇版はもうほぼ。 うん、8割9割シネパーカッションを使っていると思いますうんあの多分 <laughs> イ,イメージ的には、はい、そんな感じではいどんどん急ぎ足でいきますが、はい、でシネストリングスもあるねシネストリングスもあるんだけどまあいろいろストリングソングはたくさん他のメーカーもねいいのいろいろあるんであえてあのシネストリングスに行かなくてもいいかなっていうのは個人的に思ってます もちろんすごくいいんだけど何でもかんでも、まあ、歌物とかに使えるかって言ったらまあちょっと難しいかもしれないっていうのは個人的には多少あるんで、まあ、編成もね結構あの大きいんで、うん、それがやっぱあの壮大なバラードみたいなやつだったらいいですけどいわゆる、ね、そのバンドプラスストリングスみたいなものにはあまりマッチしないかなっていうことと、まあ、あとその劇伴系においても本当、まあ、ストリングス音源いっぱいいいのあるんで。 あえてここにはいかなくてもいいかもしれないっていうのは最近の私の、はい、考えですそんな感じでシネサンプルズこちらもねおすすめです続いてのデベロッパーは IK マルチメディアから IK マルチメディアから私がおすすめしたいのはこのハモンド B3X です、ね、私のそのオルガンはもうこれになってます全てこれ発売してからは今まではね UVI の,のオルガンを使うことが多かったんですけどこの B3X ハモンド B3X が リリースされてからは、もうあの100%も,なもう歌物だろうとその劇版だろうとオルガンはもうこれになりましたもうこれがあの今私の中の最強オルガン音源です <laughs> 優勝ですこれがはいで、まあまあ、ちょいちょいねそのバグい,いところも何しもあらずなんだけどまあプロツールすだけかもしれないけどとにかくこれが一番音が太いシリアルだし、うん、まあそのこういうねあのエディットも効くし、うん、もう オルガンの一番いい音源は何かと聞かれても私はもう即答でこのいやもう IK マルチメディアの、ね、ハモンド B3X が一番いいぞっていうのをね答えますはい、えー、他にもねいろいろ IK ありますけどもまあ <laughs> いいかなはいもうとにかくこれ一押しですはい続いてのデベロッパーは、えー、トゥーントラックから、はい、やってまいりましたスーペリアドラマ3はい まあ再三にわたってねもうドラム音源はもうとにかくこれが絶対だぞっていうぐらいのねあの認識です作家の仲間うちはもうそういう感じになってますね多分今現状最強の生ドラム音源ですまあ私もねあの何度も紹介してますけどもであのやっぱねそのくらいのクオリティなんでまあ値引きをしない、うん、発売してからねどのぐらい経ちましたね2年ぐらいは経ってるのかうんあのもう 今まで今年もね一回そのついにねスペードラマ3がねセール出そうと思ったらなんかそのパ,パックがついてくるみたいな。で今回もねあのブラックフライデーねそのいわゆるホリデーセールって の告知があって、あ、やっぱりスーペリアドラマー3のそのラインはね。あの安くなんねえのかっていうふうに思ってて、あのスーペリアドラマー3の sdx ですね。それをいくつかあるんで、まあ、これを機にね。あの安くなったら買おうなんて目論んでたらまあ安くならない。<laughs> はい。なので、まあ今回もね。そのおすすめはしないかなと思っていたんだけども。一応なんか？ 申し訳程度って言っちゃうとあれだけど昔のねその拡張音源が、まあ、1個ついてくる、ね、1個もらえるっていうことみたいなんで一応まあ逆に言うとそのなんか値引きしないのであればあの何かそう追加セットで、ね、そのもらえる時に買うのがいいんじゃないかと、うん、ずっとねセール待ってて、まあ、おそらく今後半年ぐらいはね少なくとも「スペリアドラマ3」が。 セールはないいと思いますよ。あのいやわかんないけどね、まあ。なかったとしてじゃあその半年間ねあの値引きを待つのがいいのかあるいはその半年間スーペリアドラマー3がある生活がいいのか値段とやっぱ天秤にかけてもじゃあこのタイミングでね、まあ、スーペリアドラマー3買ってスーペリアドラマー3がある生活の方がうん潤いがあるんじゃないかって何の話をしてるんだって感じだけどね。<laughs> はい。 まあどうせ買うならっていうことで、うん、安くならないんだったら1個パックがね追加でもらえるっていうタイミングがまあいいんじゃないかなっていうことで,で、まあ、追加パックに関してはねあの私も何も持ってないんで <laughs> ちょっとおすすめの仕様がねあのないんでそれはもう各地あのオーディオでも聞いて。 決めてみるんがいいんじゃないかなと思いますよ。まあ、私はね、とにかくあのこの SD-3 が出てからの拡張音源ですね。The Rock Foundy ですね。私の思ったようにこの Rock Foundy と、あとこの Dest and Darkness か、はい。これね、ご覧の通りセールがついておりません。まあ、DKs ね、アルシミットの。ま e g a c y of r o c 私の配信でも、配信では普通の動画で紹介もしましたけど。まあ,あとその The Room of Hansa ね。 うん、この安くなってないのは、ドラム、あの SD3 が発売されてから、あの、あの、リリースされた、あの、やつなんで、うん。それはまあ安くしないぞと。まあ SD3 も含め、うん。なので、まあ買うならね、どうせ安くならないんだったらば、まあこのタイミングでいいんじゃないかな。まあもしかしたらね、1年後とか、あるいは2年後とか、まあどこかでは安くなるでしょうけども、まあそれをね、 待つぐららいだっったらば、まあ、今手に入れててしまってもしかしたらね、その時よりはね、高く買うことになるかもしれないけども、1万円なのか、何なのか分かんないけど、でもまあきっとその1万円はね、価値のある1万円、その、<laughs> また話戻るけど、SD3 があるね、その生活とその1万円を天秤にかけたら、まあ、SD3 がある生活の方が、あの、音源のクオリティは圧倒的に上がるぞということで、まあね、もうな、もういっか。はい。というわけで、ツゥーントラックからは以上です。<laughs> 続いてのデベロッパーはあのヘビーオシティですね。こちらも整理やってます。はい、こちらで紹介したいのはもちろんこれです。ダメージ2。もうこれ、あのね。1を持ってる人はね。ネイティブインストゥルメンツのコンプリートを持ってる。多分1が入ってるんでまあ、そういう人はね。あのさらに100ドルオフということでまあ。 200ドルぐらいいで買えるぞっていうことで、はい、これはねもう発売当時からね話題になってるしも私もその「ダメージ2」をねこの試す配信を過去にやっておりますその、まあ、リリースされてからねもうちょいちょい経ちますがもう使いまくりです <laughs> <laughs> もう歌物とかでもね多分使えると思いますけども,も劇版とかのねまあ多分もうそれこそねあのステレオタイプにそのバトル曲とか。 もう,こ,うこれです <laughs> ほんと使い,やすい、うん、ループループみたいなやつもいいしあのー、ね、あのー、一発ワンショットのやつもいいしとにかくまあねあのー、いいです。うんまあ、それがいい理由っていうのはね、あのー、過去の配信を見ていただければ、あのー、多分伝わると思うんで多分ね、うん。なのでもうとにかくダメージツもう鬼のように使うのでもう ねわざわざ俺が紹介する必要もないくらい有名ですがさらにダメ押しでね俺もめっちゃ使うぞっていうことではいおすすめですはい、えー、最後のデベロッパーは UVI か,、はいえー、からはいえ UVI からはこれですね「新セアンソロジー3」これねあのもう発売したてで,ですもともとね新セアンソロジー2をまあ持っていたんで50ドルぐらいだったかな忘れてたけどでアップデートしました本当このシリーズはもう 使いやすいというかもうこれのね一応上位版ということに当たるのかわかんないけどヴィンテージボルト3っていうやつがあるんですよ、うん、あのよりこれよりもなんかなんていうの1個1個はちゃんとねなんていうの収録されている巨大なねあのライブラリーなんですけどただねえっとファイルの管理というかライブラリーの管理の問題でね ど、どれがどれなんだっていうのをね、あの、把握しきれないというか、キャパシ自分のキャパシティを超えてるんで、新鮮アンソロジーの方は、目的別にね、いろいろ、なんていうのかな、管理されてるというか、分かれているんで、要するにアルペジエーターで調べられるし、大まかなジャンルで選べるし、 管理が非常にね。あの楽ちんなんです。楽ちんだしアクセスしやすいで私のように細かいね。あのつまみを追い込んで使うっていうよりはまあプリセットをね。ちょいちょいやって。 あの自分の目的に近いプリセットを選んで、まあ、そこから微調整みたいな使い方をするんであのそんなにね多くのパラメーターやっぱいらないんですよ。というのもあるんで、まあ、そのユーザーインターフェースの、ね、デザインの使いやすさから僕はねもう、まあ、こ全然圧倒的に安いしね新生アンソロジー3の方が、うん。ヴィンテージボルトとか行くよりかはあのシンセアンソロジー3の方が特にね あの初,初心者というか超上級者じゃなければこっちの方が僕はいいと思うんですよね。もう私も新鮮にそんな明るいわけじゃないからもうこっちであの十分です。ヴィンテージボルト3持ってるのに、うん、<laughs> というかヴィンテージボルト3にアップデートしてたことに最近気が付いたんですよ。<laughs> まあいっかその話は。うん、なので、まあ、3になってねさらに使いやすいね、まあ、今,今のねなんそれもあんのかよみたいなやつもちょいちょいあるんでこれはあの本当ねおすすめです。うん ま現行機種がね。全然置いてあったりでいいんですよ。まあ、これ聞いてね。やっぱね。前から欲しいなと思ったこのモーグのサブスサブシューケン37みたいなやつちょっといいんじゃねえかなと思ってたんだけど、このライブラリーで音聞いてやっぱいいなってなってます。<laughs> 実機が欲しくなったシリーズですけど、はい、これはね。あの下手にあのヴィンテージボルトで頑張って買うよりかは今ね。これだって104ドルでしょうん。これも本当ね。値段以上の価値があります。はい、これはもう。 おすすめです。め、は、で、いまあ、もちろんね音楽ジャンルで合う合わないは多少あるかもしれないけどもでも、うん、便利ですよ、うん、何度も言いますが超使ってます、はい、そんなとこでしょうか。はい、というわけでね急ぎ足で紹介してきましたが、えー、何かかか。か気になるセールは見見つつりまししたたででょうか見つかったら幸いです、えー。この動画ねもしよかったなと思ったらあのいいねを押していただいたりチャンネル登録していただけると とても嬉しいです。で一応あの、ね、メンバーシップもありますんで「あの山蔵の怪しい音楽サロン」という怪しい名前ですが、まあ、そちらの、ね、ディスコートのコミュニティの方で、まあ、あの随時その情報交換してたりしますんで、まあ、月額390円となっておりますので、ね、そちらも興味ある方は是非あの加入していただけたらと思います。そんな感じで良きブラックフライデーを送りましょう。<music>